はい、でこのような、えー、ことを含めて、まあ、ID がその安定的に払い出されて、えー、明示的ではないもののある特定の人と結びついているという状況が今ずっと見られるようになってきていてそれを固定 ID 問題というふうに言っています、はいえっと。これはどういうことかということなんですけど。えっと これはあの僕が借りてる VPS のサーバーなんですけどえっとシェルログインした記録がずっと残ってるんですけど兄弟からログインしたのもあるんですけどちょっとこの辺りを見てもらいたいんで NTT 京都21701京都 NGN なんちゃらって書いてあってこれはつまりあちょっとごめんなさいちょっと見えなくて本当に申し訳ないえっとこれはつまり家庭に割り当たる IP アドレスがそれなりに変わってないっていうことを意味してるんですね。 変わってないで昔はピーヒョロロヒョロとか,そうか皆さんピーヒョロヒョロとか知らないからあれなのかもしれないんですけどあの前はもうか変わってたんですよしょっちゅうピーヒョロヒョロってやるたびもそうやし、はいえー、なんですけど今はそうじゃなくてある特定のホストから来ているある特定のホストがある特定の家庭だというふうに特定できるような時代になってきました。はいえー、なので、まあ、例えばここうういうことも できる昔は IP アドレスでなんかあの詐欺サイトを作って詐欺サイトで IP アドレスを表示して振り込んでくださいとかっていうふうにするしかなかったんですねでもこれだと何やね IP アドレスが出るだけやんけみたいな話になってこんなこんな詐欺に引っかかりやすいはいなかったわけですけど今はこの IP アドレスが固定されるようになってきたので例えばこの IP アドレスが記録されるような 記録されるような,なんかあの掲示板に書き込んだという記録を誰かがどっかで入手したとしたら入手したらとしたらですね今はこうなるだろうとこの IP アドレスに対する名前とかが入手できたとしたらもうこういうふうにしてもいいだろうという話ですね固定アドレス ID 問題というふうに言われていてそれはそれなりに。 問題になっていますということです。